クッキーです。今回はオンラインサロンメンバー向けに配信した Facebook ライブの動画があるんですけれどもそちらはこちらでもシェアしたいなと思います。でそちらはですねあの本田健さんのネットだけで読める新刊をネットだけで読める「本田健書店」というサービスがあるんですけれどもそちらの第1巻目「AI 時代のお金の未来」こちらの本をサロンメンバー向けにシェアした、えー、ライブ動画です。 で、こちらをシェアしたいんですけれども、あの微妙になんかちょっと口と音の音声がずれてるっぽいんですけれど、まあ,あの良ければ気になさらずにご覧いただければと思います、えー、ぜひご覧になってみてください。それではどうぞ。クッキーです、えー、今日の facebook ライブはオンラインサロン向けに本田健のえー、まあ、新刊って言ったらいいのかな？ai 時代のお金の未来。本田健書店で知ってます。あのー まあ毎,月毎月いくらだったかな1000円ぐらいだったかなで、えー、ベストセラー作家本田健の新刊をネットでだけ読めるという本田健書店っていうものがあって、まあ、その第1冊目が AI 時代のお金の未来という本なんですけれども、まあ、あのあ昨日だったかな、えー、オンラインサロンでシェアしたら聞きたいと聞いたところ、まあ、結構興味を持ってくださったみたいなので、えーまあ、僕の 観点っていうか視点での、えー、シェアをしたいと思います。と言ってもあの読まれた方も多かったみたいなので <laughs> 同じですよ <laughs>。はい、まあ、とりあえずあのご興味持ってくださった方もいましたので、えー、短い時間ですけど、まあシェアしますね。でこの本田け書店の本は、えー、一般の紙の本よりかは ちょっと薄めに作られていてい、まあ、薄めって言ったらネットなんでね量が分量が普通の本の、まあ、半分ぐらいなんじゃないかなと思いますだから簡単に読めるのとあとはあの本要は本田けの本を読みたいで毎月決まってっていうような方だけしか読まないということで、えー、普通の一般に流通している本に比べるとややぶっちゃけたえー、普段ではあまり言わないような内容を書かれていたのが 個人的には結構面白くて結構ちょっとぶっちゃけてるなみたいなところがね良かったですでそれをマインドマップというものでむ、まあ、っちゃ走りで書きですけどね、えー、まとめたので、えー、いくつか僕があここ良かったなとか印象に残ってるなっていうところを、えー、シェアしようかなと思っていますでまず一つはですねお金の価値っていうかお,お金との付き合い方がこれからだいぶ変わるんじゃないかっていうことが書かれていて なるほどなぁと思ったその事例が面白かったんですけれども、えっ、ー、ともう何年前何百年前あの昔は例えばの胡椒とかお塩とかあの香辛料とかむちゃくちゃ価値があったんですよね。で、えー、本当に同じ重さの金とか銀とかと交換できる、本当にお金代わり何か災害とか、えー、戦争とかがあったらこう塩胡椒を抱えて 逃げるみたいなそれぐらい、えー、大事なもの価値のあるものだったんですけれども例えば今我々もと、えー、特に日本人であればラーメン屋さんに行って子供とかが塩とか、まあ、胡椒胡椒とか一味とか七味とかドバドバかけてても、まあ、健康に悪いとかって怒ることはあるかもしれないけどそんな貴重品を無駄遣いしてというようにはまあ怒らないですよね。でこのお金っていうものもの結構便利だから ななくなることはないけれどもそういう感じになっていくんじゃないかというようなことが書かれていて確かにありそうってすごく思いましたでその根拠も実はまた後でシェアしたいと思うんですけれども確かにそういう世界になるとお金っていうものも、まあ、今のね皆さんの塩とかこしとかと対して感覚的には変わらなくなるんじゃないかな。 とね、本当に思えるそういうような内容がまず、えー、紹介されていて結構、ね、読んでてもあ,あちょっとどういうこと書かれてるんだろうってこう楽しみになるような展開でした。でその後にこに今 AI が、まあ、AI 時代がねテーマですからね AI がこう人間の仕事を奪っていく特に単純作業とかはどんどんと、まあ、奪われていくということが言われているんですけれどもそうなった時に。 まあそういう時代におそらくもなるだろうううという前提ですよね。そうなった時にじゃあ人は何ができるんだろう何をすればいいんだろうもう嫌な仕事は単純,、まあ、単純作業とかは特にもう AI で機械がやってくれる世の中になった時にもう人は好きなことをするしかないんじゃないか自由,な、まあ、自由になるってことですよね仕事からいよいよ人類が解放される時代が来るのかもしれない。 というようよな感じなんですけれどもじゃあもし、まあ、実際はわかんないですけどねでもこれも僕,僕自身はすすごくあり得ると思っています、ね、あの AI が人,人,人の仕事を奪う、まあ、ある意味逆を言うと AI が仕事をしてくれるから人は働かなくてよくなる可能性もありますよねいろんな生産活動を AI がしてくれるんだったらそうなった時にいよいよ人間が人類が労働から解放 されるとしたら、まあ、可能性ですよねされるとしたらどうなるのだろうかっていうのでこれもまた面白い例が書かれているんですけれども、えー、アメリカの奴隷解放宣言奴隷解放宣言南北戦争とか1868年とかそんなあたりの話なんですけれども南と北にアメリカが分かれて奴隷を解放するとかしないとか、まあ、そういう話で争っ,った時ですよね。 高の時代なんですけれどもで、えー、結局その北側が勝って要は南南の方が奴隷制度で北側解放するっていうことだったんですけれども南側が負けて奴隷を解放することになった時にだから奴隷はもうね自由になったんですよもう好きに出てっていい雇われてたところからでそうなった時にじゃその奴隷たちどうしたか知ってます、ね、もう俺たちは奴隷じゃなない自由だっってなって すぐさまその雇われた家からみんな出て行ったのかっていうとそうじゃないんですよね結構何年間も引き続き働いていた奴隷が多かったそうなんですよでそれぐらいこう人って解放されたから自由になったからって言ってその新しい環境に行くのってなかなかやっぱ難しいのかもしれないねだって自由になったのに 自由じゃないもしかするとだって会社だって辞めたっていいのに辞めないで、ね、働いてる人だっていっぱいいますよね。好きで働いてる方はもちろんね素晴らしいですけどもう辞めたいのにっていう方でもなのでやっぱりこの AI が仕事をしてくれて人が働かなくってよくなったとしてもどうなんだろうっていうねそういう投げかけとかをね考えさせられる一冊だったんですね。そして面白かったのが あ、今あのちょご覧今からご覧になっている方はあの本田け書店のネットだけで読める AI 時代のお金の未来という本について、えー、シェアしています。でその中では面白いのがそのお金についてシェアしているところでこう女子会を例にねしていたんですよね。で、えー、大学例えば大学までは全く同じような状況でその後それぞれ、えー、4人4人なんですけど。 社会に出てしばらくぶりに女子会をした時にそれぞれの立場がいろいろ変わっていたっていうような例でこれが面白かったのが一人は自分では私はお金を稼ぐのは無理なのでえパートナー頼みパートナーが稼いでくれるからもうか彼に頼ってるのみたいな女子がまず一つでね。で、えー、もう一人はと得意なこと好きなこと人を喜ばせることをすれば お金持ちになれる自分の好きなことができるというようなタイプそしてもう一人は、えー、一生懸命会社の仕事をすれば毎月定期的に給料がもらえるから安定しているという人もう一人はねあこれ何だったかな、えー、お金を得るのは簡単じゃないから、えー、今の状況に甘んじちゃってるみたいなその4人。 なんですけれどもまあまあどういうタイプの方もねもちろんいますし、えー、それぞれ当てはまると思うんですけれどもこれ面白いのはこれはこの本に書かれていたことではないんですけれどもこの,この本田健が、えー、よく話している人間関係のマトリックスっていうものがありましてこう人間を4つのタイプに分けるんですよね。えー、1つはポポジジテティィブブとととあ違違う違うう自立と依存ってていう軸そしてポジティブと ネガティブっていう軸でどれもあのなんか言葉でネガティブっていうと、えー、ちょっと悪い印象を持つかもしれませんけれどどの言葉にもあのネガティブな意味はなくてそれぞれそういう特徴があるよっていうだけでそれぞれ、えー、ポジティブ自立ネガティブ自立ポジティブ依存ネガティブ依存というこの、えー、4つのタイプに分けて、えー、人を考えると理解しやすくなるよっていう分け方で僕すごく、あのー、本当にこれで人生救われた。 という考え方なんですけれどもあのもしご興味のある方は、えー、同じく本田健の「ユダヤ人大富豪の教え3」を読まれると詳しく書かれているんですけれどもこの4つの女子会の分け方ってこれに当てはまってるんですよね。とができないう方はこのポジティブ依存私は無力だっていう考えがちなんですよね。 の、えー、考え方になりますしえ、まあ、それとペアになるのがですねこのネガティブ自立こう責任感が多くて言われたことをきちっとするというタイプ一生懸命会社の仕事をしてる毎月決まったお金が入ってくるというタイプですねそして、えー、得意なことをして好きな人を喜ばせることでお金が入ってくるよねって考えるのがポジティブ自立前向きなタイプそしてそれとつい、えー、になるペアになるのが お金を得るのって簡単じゃないってちょっとこう否定的なこともあるんですけどあの現実的なんですよねこの夢を見るようなことを言わずに現実的なことを考えるポジティブあごめんなさいネガティブ依存っていうタイプっていうのにそれぞれ分かれてこの女子会の例とかも書かれているのがこうその人間関係のマトリックスとは書いていないんですけれどもこう面白いなことかだ,だ,だい,たいど大体どれかに当てはまるので。 これ理解しやすくなっているなとうことがやっぱり書かれていましたであとはねあのやっぱりお金のこの歴史とかね要は交換物々交換から始まってえお金になっお金、うん、とコインとかですねまずはねでゴールドとかまずは貝殻が効果代わりかなでそこからゴールドとかになってで紙になってっていうこの変遷で、まあ、あんまり詳しくない方は多分ねこれも まあ勉強って考えると難しく感じるかもしれないんですけれども面白かったですよじゃあなぜ今この世界がそのお金の問題があるのかっていうこととかもちゃんとこう書かれていてまああのもともとはお金とこの金ゴールドって交換できるものだったんですよねきちっとこう決まっててだからお金ゴールドを持ってる分だけしか各国ってお金って作れなかったんだけどアメリカがとある時にですねもう関係なく自分が一 金をいくら持っているとか関係なくもう好きにお金作っちゃうよって言ってからも要はお金が好きななだだけ作れる世になったんですよだから日本,日本も好きに作れるんですよ作りたければ、まあ、ただそうなると経済的に問題があるからそれをこうコントロールしながらやってるんですけどそれでこのなんかバブルとかねそういういろいろなものが起きるようなことが、えー、書かれているのでそういう歴史とかに興味のある方も、えー、楽しめるんじゃないかなと思います。 う、ね、んーとーそうだなあと面白かったのがこの仕事っていう部分に関してでその、まあ、先ほどともちょっと関係しますけどその AI が AI が、えー、要は仕事を奪っていくっていうのがこの江戸時代から明治に変わる頃の状況と比べて似てて面白いっていうことが書かれていて、えー、と例えば武士。 江戸,江戸時代っていうのは武士があのい,いい仕事ですよねでも明治になって武士がなくなって一気にもう、ね、職業消滅ですよねもう AI があらゆる仕事を奪っていくみたいなノリでもう本当に武士という職業がなくなったで当然そのまだ明治に入っていない時代の武士の人々はこの自分たちの 武士とという仕事がなくなくることにも多分それはそうですよね自分の仕事なくなるんだから。でもじゃあそれ武士という仕事がなくなってじゃあ武士は全員死んだのかって言われるとまあ結局なんだかんだ言って新しい仕事江戸時代にはなかった新しい仕事でま,まあう我々みんな今武士で生きてないから武士なくても何の問題もないですよね。だし アメリカででうとあの自動車ができた時馬車だったものが、えー、自動車になっていくでその当時は馬車業界の人ね馬車業界の人は自動車なんてものがうまくいくわけないっていうようなことを言ってたっぽいんですけれどもでも今別にね皆さん自動車業界で、まあ、また自動車業界はまたそれはそれで大変かもしれませんけれども今はね。でもも当時は馬車の仕事がなくなくっても 自動車の仕事もあったかもししれないし他の仕事も新しい仕事がどんどん出てきているので結局今の仕事がなくなっても仕事をしたい人は、まあ、新しい仕事が出てくるから、まあ、そんなに心配しなくていいんじゃないっていうただその時に武士だったらいつまでももう武士ないのに刀を大事に家に取っといてできるだけちょんまげと着物で粘るみたいなっていうような生き方になってくるとちょっと痛いかもよっていうようなことが。 書かかれていて確かになっていい確にななっう感じなので、まあ、新しい、ねえー、時代にどう適応するのかっていうことはやっぱりこの今までの、まあ、特に今って本当に変化が激しい時代なので、えー、いつまでもこれまでの生き方今まではこうだったっていうことにしがみついているとちょっと大変かもしれないなというのはねやっぱり意識し,しますよね。 でここですよ面白いのここから未来の生活ってどういう可能性があるのっていうのはねむっちゃ面白かったですよでどういうことが言われているかっていうとまず家あの3つポイントがあったんですけどあの家が限りなく、まあ、家賃ですよね限りなく安くなる可能性があるただに近いぐらいそれは何かなぜかというと、えー、今っていろんなものが 無無料料、まあ、テレビとかもでもでで基本的に無料ですよねそれは企業が会社が広告費お金を払ってるから我々はテレビを見る、まあ、僕もテレビはあんまもう見なくなっちゃったけど YouTubeYouTube YouTube もまあ、今有料会員とかもあるにしても基本的に無料じゃないですかあれも広告費なんですよざっくり言うチャート Google がそもそもね、えー、Gmail とかタダじゃないですか なんでね、ああいうのをタダでできるかっていうといろんな企業が広告費をグーグルに要は払ってるから我々はタダでいろんなサービスができるしあの基本的には YouTube もいや YouTube じゃなくて Facebook とかもね、えー、最近の IT 系のものはほぼ無料で使えるものは広告費で成り立っているものもが多い。ということでここで例で出したのが広告付き住居その代わり家賃むっちゃ安い。 で壁,壁にこのまあわかんない朝8時から夕方いや夜8時までは壁に広告が流れるみたいな <laughs> 別に欲しいものがあれば、まあ、すぐピッと変えたりするんだろうしでもその広告が流れることで家賃むっちゃ安かったらどうぞ住みたいです住みますでこれをあの、まあ、本にも書かれてましたけど実際に僕本田健のセミナーとかに行った時に聞いてたことがあって。どれぐらいの人が その広告付き住居住みたいって言うと思いますえちょっとうざい感じしますよねでも結構どれぐらいだろう確か半分ぐらいはいたんじゃないかないやただ,ただいやむっちゃ安いんだったらいいっすよみたいな、ね、でもそういうだからお金をかけなずに生きようと思ったらかなりいけそういけるかもしれない そしてさらに言ってたのが、あのー、食とか医療服とかそういうのもその企業の提携したものとかになってくると無料で無料にもしくは無料に近い感じでこの得ることができるようになっていくんじゃないかタクシーとかむっちゃでもありそうですよねあの今後ろににシートに座っても テレビ画面だから広告付きタクシーは無料で広告なしタクシーは有料とかっていうこともあるんじゃないとかっていうことが書かれていたので、まあ、あの煩わしい広告、ね、広告とかに煩わされたくない方は、えーまあ、お金を出してより静かなとか自分の好みのライフスタイルを作っていくけれども。 あんまり気にしないけど、まあ、安,いけ安ければいいっていう方はこれからお金はそんなにかからなくて生きていけるかもしれないもう十分十分ありえそうですよねいろんなものが無料で手に実際ね手に入りますからねそしてやっぱここじゃないかなと思います本田健はやっぱりこういう世界を、まあ、想定しているベーシックインカム聞いたことありますかね えー、もう超ざっくり言っちゃうと全国民に基本給を払うっていう制度ですね、まあ、その代わり社会保障とかか全部なくなってこうもう国民全員に一律、まあ、20万円とか、まあ、10万円とかちょっと分からないですけれども基本給を払ってしまうでそれ以上働きたい人は働けばいいしそれだけでいいよっていう方はだって家賃もむっちゃ安くて食、えー、も 医療も一食十が限りなく無料に近くなってくんだったら10万とかでも全然、ね、生きていけるし20万とかだったらかなり好きなこともできるんじゃないですかっていう時代になった時に逆にもう好きなことをするしかなくなるんじゃないかなっていうねなのであの未来は僕が勝手に思っているのは好きなこと難民何をしていいのかわからないっていうか人とかね結構生まれるんじゃないかなって。 っって思っちゃいますよねでそのベーシックインカムが現実的かどうかっていうことはあると思うんですけれどもいろいろ実験とか、えー、試しにやったけどうまくいってないとかまああるんですが、まあ、でもね別にいろんなものがいろいろ実験をされて最終的にはうまい形で、えー、社会に実装されていったりするわけなのでこれからねうまくいく可能性とか十分あるし。 それほどそのまあ予算日本のね予算が結構破綻しているのにどうなるかっていうのはまああるかもしれませんけど今と今かけてるのと社会保障とかにかけてるのより、まあ、もう少しはかかるのかなでも割とその財政的にはいけるっぽいんですよね、まあ、僕は知ってる限りですまあ本当は違うのかもしれないけどまあそこはご興味ある方調べていただいたらいいと思うんですけれどもなんか何も しなくてもお金が毎月目の前でも、ね、ほっといてもちゃんと毎月目の前に目の前の食卓にドーンって10万20万あるっていう状況になった時にそれでよければ別にそれ以上何もしなくても何の問題もなく生きていけるし欲しければまあ何か働けばいいんですけれどもそうなった時にじゃあどう生きるっていう。 ねことをやっぱりこれから相当考えていかないと考えといた方がいいんじゃないかなと考えさせられるれが僕は個人的にこの AI 時代のお金の未来という本を読んで、えー、感じたところですね。やっぱりねあのー、これからの時代でだからそういう世の中になっていくと想定してこういうポイ えー、こういう能力って言ったらいいのかなが大事なんじゃないっていうことも書かれていて、まあ、最後にここら辺をシェアして、えー、終わろうかなと思います、えー、一つは応援される力愛される力グループに調和をもたらす力人を安心させる力こういう力がこれから、えー、幸せに生きていくために必要な能力になってくるんじゃないかっていうことと、えー、だからこれまでの時代と この言われたことをきちっとやるとか効率よくとかっていうのとはもう全く違う価値観になってくるんじゃないかっていうことがまあ言われて書かれていてえつながるとか感じるとか優しいとか思いやりとか何かねくらまでだったらその仕事をする上でえある意味ちょっとそんなことやってたら稼げないじゃんとか仕事にならないじゃんって言われているようなことがこれから大事になっていくこう世の中。 ななのかなということがね、この、えー、本田賢書店で,ネッ,トでネットだけで読める AI 時代のお金の未来を読んでる、まあ、僕の、まあ、感想というかシェアですね。はいまあ、これでだいたい僕がマインドマップでメモした内容はざっと、えー、話したかなと思います。他にもね、あのー、あこれはさすがに あこれはちょっと言ったらまじいかなっていうこと,ちょっと言ってないこともあるんですけどこれはさすがにですね、えー、きちっとそうあの結局誤解,誤解されて伝わりそうなこととかがやっぱりあるので、まあ、それはもし本当にあのご興味ある方は本読まれるといいと思うんですけれども大体、まあ、シェアしても大丈夫かなとか面白いなっていうところは一通り、えー、シェアできたかなと思いますので、えー、ご参考に。 してください。いクッキーででししした。た、は、た、い、ご覧いただけましたでしょうか、えー。さすがにですね一番おいしいところは実際に本をご覧くださいという感じなんですけれども、えー、概要欄に本田賢書店のリンクも貼っておきますのでご興味のある方はご,、えー、ご登録いただいてお読みになってみてください。あ僕あの別にあ本田賢所店の回し物でも何でもないんですけれども、えー、おすすめですのでご紹介しておきます。 このチャンネルでは他にも1分間でさまざまな本を紹介していますのでチャンネル登録の方もよろしければしていただけるととっても嬉しいです。メイザブック BeWithYou クッキーでした。